それってデータを盗もうとしてますあれあのー、あ、あ、なたにとってこのデータは大事なんですかもしもし。あれ固まってるもしもーしおお。手が震えてますけど大丈夫ですか い一旦やめましょう慣れないことするとこうなるんですよはい知ってますよだって私は悪魔ですからとりあえずこの手を離して深呼吸しましょうか 落ち着きましたあいえ、そんなお礼だなんて。あ。いえ、私にとっていいことは悪いことなんです。だから人助けしてしまったなって。あ、でもあなたは天使ですよねカウントされないのかなはい。だって、 こんなに綺麗な羽見たことないです。向こうの天使学科の方から来たんですよね。何か用だったんですかあ、そのデータがどうしても欲しいとかですかあ、またなんか震えてます。大丈夫ですかもしかして、悪いことしようとしてました やっぱり、私の思い違いじゃなかったんだ。聞いてもいいかわからないんですけど、あなたのような、私でも知ってる優秀な天使さんが、どうしてそんなデータを盗むようなことをしてるんですか悪いですよ、すごく。悪いけど、私たちにとってはいいことなんです。だから、 そんなに罪悪感を覚えなくていいですよ。堂々と言ってください。全部受け止められるんで。打点ですか打点って天使を辞めたいってことですかどうして疲れた。何がですかあ。<laughs> そっか。天使の皆さんも大変なんですよね。どんなに悪いことをしてても、全員平等に扱わなきゃいけないなんて。本当に天使ですね。堕天したいってことは、人間になりたいってことですよね。あの、私も、 仲間に入れてくれないですかはい。私悪魔なんですけど、悪いことができなくて。はい。みんなから馬鹿にされてます。成績も悪くて。でも知識はあるんです。筆記は完璧なんですよ。実技が薄な、その、退学寸前なんです。 もしかしたら私も人間になってしまうかも。というか、むしろ人間になった方が楽なのかもしれないって。それに本来だったらさっきのあなたを見捨てて立ち去ればよかったんですけど。どうしてもあなたが気になってしまって。だって震えてるんですもん。すぐに倒れそうで不安です。 よかったら、一緒に悪いことをしてみませんか私はいいことをしてみませんはい。それで、一緒に人間になりましょう。はい。でもこれがバレたら怒られちゃうので、二人で内緒に。 電子学科の皆さんにもランクってありますかうそうですよね。私の方にもあります。そのデータを盗むっていう行為は、すごく上位ランクに値するんです。だから、普段悪いことをしてない人は手の震えが止まらなくなってしまって。すべて罪悪感です。罪悪感は気持ちいいことだって学びました。でも私はそれが理解できなくて。 私は知識が豊富ですから、何でも教えられます。悪いこと、教えられます。その代わり、あなたの知識を分けてくれませんか天使の皆さんの授業は受けたことないので、いいことのランクもよく分かんなくて。はい。いい取引だと思いませんかじゃあ、 これで交渉成立ってことでいいですか <laughs> あ、同志ができたのは初めてで、私の考えに共感してくれることはめったにいないので。はい。むしろ否定されます。早く立派な悪魔になれとも家族に言われてしまって。 あ、あなたもですかえへへ。<laughs> 嬉しいんです。うん、早速悪いことをしてみますかはい。<あ>まず初歩的なものだと、ポイステとかですかね。はい。やってみますか。この資料を捨てて、そのまま立ち去りましょう、私と一緒に。 おなるほど。じゃあ、あなたが捨てたものを私が拾います。はい。やってみましょう。大丈夫です。私がついてますよ。はい。一枚でいいですよ。頑張ってください。 つ繋ぎましょうちょっと触れてるみたいなんではい一人じゃないですよ見てます頑張ってはじゃあこれを私が拾いますね い,ざいいざことをしようとすると私も震えが拾いますねうんこれ戻せばいいんですよね <laughs> どうですかちゃんと戻せてますか 本当だ <laughs> いいことしちゃいましたはいあなたも悪いことしちゃいましたね <laughs> この調子でちょっとずつ頑張っていきましょうなんだかあなたと一緒ならできる気がします 何なんでしょうねこの気持ちまるで恋してしまったみたいですえああごめんなさいはっきりでも本で読んだみたいな感情なんでもしかしたらと思ったんですけどどんな感じドキドキしますね それに、ずっと一緒だったら乗り越えられる気がするのも、生涯のパートナーみたいで。人間界では結婚というものをするみたいなんです。あ、なんでしょう。一種の契約みたいな。例えば、私とあなたが恋をして、結婚したら、そのまま生涯のパートナーになるというか。 煩悩ですか <laughs> それがいけないこととされてるんですね天使さんたちは <laughs> いらない感情かやってみます友達が言ってたんですけど学生同士の恋というのは不純一性交友というものらしくて はい内容はよくわからないんですけど一緒に調べてみますか悪魔図書館に行ってみますそっかその羽が邪魔なんだどうにかして隠さないとですねどうやったら縮むんでしょう <laughs> そっか打点が必要なんだあのそれもやってみます その、不純なことは。はい。<laughs> 多分その感じだと、悪魔側の方が恋に関しては詳しいみたいなので。いえ、実践はしたことないですう。そうなんですかね。でも、私はあなたとやってみたいです。不純なこと。 少しだけ試してみませんか私たちパートナーですよね。はい。私が勝手に思ってただけですかあそうですよね。えっと、うん、確か不純なことは、私たちみたいな男女が誰もいない教室で、抱きしめアークだとかだったと思いますけど。 ってみましょう誰もいないところでこういうことをするなんて悪いことです <laughs> はい触ってもいいですか <laughs> それが悪いことなんですか全然わかりませんどんどんあなたのことを好きになっている実感しか湧かないんですはい <laughs> さすが天使さんの思考ですね違いますよ人間を平等に愛するんじゃなくてたった一人に対しての特別な好きです そうですね。会って間もない私たちなのに、あなたがこういった感情を抱いていることを、もう誰にも知られたくないと思ってしまいました。<ん>悪魔っぽいですか <laughs> でも、本当なんです。 生してあるあなたが悪魔の私に対して無防備な姿をたくさん晒してるから、独り占めしたくなっちゃいました。悪魔ですね、私。これを毎日続けるとしたら、きっと私は本物の悪魔になってしまいます。はい。 人間になりたいです。あなたと一緒に。<laughs> はい。私も離れたくないです。早いですかね、こういう感情って。でも知りません。だってもうきっとこれは、あなたに恋してるってことですから。 ダメですかでも人間も普通にしてると聞きましたじゃあ埋め合わせしてください私にいいことを教えてくださいはい言いましたあなたに恋してます 好きですか、うん、好きって何ですかねは愛することじゃあ好きです <laughs> あまりそういった言葉を使ったことがないので慣れてなくて好きです そうなんですか愛することはいいことなんだじゃあこのままあなたのことを愛していれば私は人間になりますか <laughs> 大丈夫ですよ一緒に試していこうって言ったじゃないですかえ <laughs> 今ほど私が悪魔だってことを自覚したことはありませんどんどん独占したくなっちゃいます <laughs> 悪いことですよ独占なんてずっとどこにも行かず私のもとにいてほしいと思う感情ですから 私はあなたを愛してますあなたは私のことを独占しようと思ってください <laughs> 天使なのに悪魔の素質あるんですねいいんですよ私のことそのまま独占してください <laughs> このままだと愛してしまうだなんて言わないでください。愛してほしいです。そのまま私のことを見つめててください。わかりませんよ。でも感じるんです。どんどん沼にはまっていく感覚が。これが人間に近づくということなんですかね まだ初日ですから、ゆっくり進んでいきましょう。人間になるために。悪魔 <laughs> みたいですか <laughs> 自覚なかったです。あなたは天使みたいな微笑みを私に向けてますよ。 やっぱり抜けないですね一緒にたくさん悪いことしましょうはいいいこと教えてくださいあのこんな感情初めてなんですけど本当にもう少し悪いことしててもいいですか なんだか癖になりそうで。初対面なのにすみません。悪いことですよ。悪いこと。独占したいという気持ちは悪いことです。分かってますよ。愛することは。 愛してます <laughs> やっぱりあなたとだったら何でもできる気がします <laughs> 悪いことしましょうね人間になるために <laughs> 愛してます 連絡先教えてもらってもいいですか <laughs> はいまずはそこからですあと私以外にこの子と相談しないでくださいね私たちは障害のパートナーになるんですから